東京都知事候補者 NHK から国民を守る党三輪陽一39歳 NHK をぶっ壊す党員 NHK に受信料を支払う人はバカだと思うと公言する立花隆の考えに賛同し現在に至るでは三輪陽一さんの政見放送です NHKO ブックはーすでおなじみの立花隆倉代表を務める三輪洋一ですまず周りを見渡しば大きな選挙掲示板が立ってますねよく見ていただくと同じポスターが貼られている掲示板もあればないポスターもあります何も貼られてないスペースは私 N コ党の候補者たちのスペースですが私たちは今回立候補しない皆さん にも東京都知事選挙に積極的に参加していただきたいと思いからこの掲示板スペースを広く開放しております詳しくは N 国党のホームページをくぐってくださいなぜこのような取り組みをこた行っているのか根底には現在の選挙制度に対する不満がありますまず2016年に成人年齢の引き下げで18歳から投票できるようになりましたそれに関わらず 立候補者30歳,に30歳以上でなければなりません、理不尽すぎませんか、都知事という注目され選挙で30歳以下の若者の声が投票という形でしかできないことは、東京都政にとって大打な敵です、そして若者にとどまらず、諸事情で立候補したいけれどもできない方も多くいらっしゃいます、せめてポスター、掲示板を使ってアピールしてほしいと考えております。 同時に情報性の今において、いつまでも無駄な費用と労力が出で、この掲示板を隣に多くの場所に設置するのも、設置するのはアホらしいと声に出して言いたいです。アホらしいといえば、NHK の受信料支払いです。NHK に受信料を支払っている人は78%と言われています。つまり、支払っていない人は22%もいるいうことです。 難しい話を走りますが、まあ、愚直に受信料を払っている人たちに、この不払い分を押つけているのです。もし NHK が不払いしている人を <coughs>、全員3秒を少ししたら時間の無駄です。それほど多くの人たちが受信料を払っておりません。NHK は支払って被害者に法的処置も取らず、ま、真面目に払う人たちは、毎月は受信料を上乗せてくる。 こんな非道な NHK ぶっ壊せるのが私 N 国党です。情報主題のさまざまな現代において NHK がなければ生活できないことはありえません。現にステレビを持たない世代も年々増えています。それにかかわらず、無駄な電波を一方的に送りつけ、スマホをとかでも徴収し、視聴しない。 人たちにも請求してくるのは、NHK にこのまま支払い続けることはアホらしいと思いませんか支払っていない人の分まで負担させるともアホらしいと思いませんか NHK の職員の平均給与は1500万円、渋谷区の伊東市警察署の NHK 審査用も支払った受信料から来ています。 今年、国会では NHK 会長面前で、国会議員が 10, 10万円以上の受信料を対応しつまり不払いをしていることを公言しました。ですが、NHK の役員は無表情です。国会議員は受信料を支払っているのに、それでもあなたは受信料を支払いますか数字が通ってないですよね。橘隆ははう表現します。NHK 受信料を支払う人はバカであると、 <laughs> 私なりの表現では NFTA に受信料支払いは着地区と同じ異論ある方はインターネットで N コットのホームページをくぐってくださいあと私が東京都知事に立候補したも,もう一つの目的は社長業にチャレンジしたいと思っております特にやってみたいことは動画配信業人材派遣イベントを希望してますがその他の業は芸能系にもチャレンジしたいです忍耐力には自信あ,ある ありますので <laughs> 興味ある方はインスタフェイスブック YouTube X をやっておりますので興味ある方はダイレクトメールまたは YouTube のコメントをお願いします YouTube ならルーティンのインガリツビアそれ以外ならミワヨイシと調べがあります私はこれが人生の終着点だと思っています一緒の夢からさせてください真剣です社長様芸能官邸様 よろししくお願いします <laughs> あとマ,マニフェストが3つありますが自時間の縮小上1つしか言いません特に言いたいのは健康増進法の過ちです私は喫煙者です気化するわけではないですが紙たばこは電子タバコの利用いが大嫌いですなぜ言いたいのかというと公共施設は全面禁が賛成だが一部施設では 電子タバコを認めて紙バタバコを認めるのは筋違いだと思います。私の考えは、喫煙場所の増増設、すべて認めるなら認めると許可制すなわち増営化すべきです。ご承聴。東京都知事候補者 NHK から国民を守ると三輪洋一さんの放送でした。